皆さんこんにちは、マモルです。ということで今日はですね、スピンサーブの回転量を増やす方法についてお話していきたいと思います。それではいきましょう。はい、ということで今回は3つポイントがありますので解説していくんですけども、まず1つ目が足です。足を揃える場合でも、揃えない場合でもそうなんですけども、沈んでいくじゃないですか、膝を曲げて。でその時に膝を少し前に出すように沈めていくと上を向きやすくなるんですよ。上向くってことは顔の向いてる方向にラケットって出てくるじゃないですか。なので自然に上向くと下から上の動作になるんですね。でそうすると回転量って増えると思うので、膝前にぜひ出してみてください。次は2つ目なんですけど、脱力してくださいってよく言われると思うんですけど、その脱力のコツとして人差し指と親指の間をこうラケットが通るようなイメージで入ると、グリップからインパクトにかけてすごい長い時間下から上の動作が作れるようになるんですね。でそれをやると下から上にグーッと上がってる時間が長ければ長いほど、当たり前ですけど回転量って増えるじゃないですか。グリップエンドから出すためにもちょっとこの2つの間からラケットが通るようなイメージをしてみてください。最後3つ目なんですけども、宇宙終わった後ちょっとこうプロネーションを挟んでいって右側にこうフィニッシュします。ワイパーをかけるようにしていくと回転の量すごい増えます。この3つができれば回転量めちゃくちゃ増えますので、安定したスピンサーブが打てるようになると思います。もうちょっとね、ボールの位置をね少し頭よりも後ろにするとバウンドした後顔の方に飛ぶキックサーブも打てると思うので、ぜひ意識してやってみてください。それではまたお会いしましょう。